行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だな。改めてそう思った。それに私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ？例えば荒野の歩き方？そんなの簡単だぜ。俺のやり方はとりあえず歩き出せ。カームにはしばらく戻れないよね。そうだな。
お前、あのパイプが何か知ってるか？魔鋼パイプ。ミッドガルで組み上げた魔鋼を他の町へ輸送するためのものだ。あのパイプの中を流れてるのは星の命だ。金儲けに使っていいもんじゃねえ。いつかぶっ壊して。そうだ、パイプをひんまって地面に突っ込んでよ、魔鋼を星に返すってのはどうだ？それは名案だな。ああ、名案だ。いいかも。覚えておこ。お前ら！先を連携しよう。落ち着いていけ。出番のことだ。いざ。仕留め。おお。
Thank you.
れた時から一緒だった相棒のチョコボ。あんたらアバランチだろ。心配するな。カームの宿屋から連絡があった。シンナが本格的にあんたらを探すらしい。ここも安全じゃないかもしれない。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すにはいいかもしれないぞ。悪いがここでかくまうわけにはいかない。最近モンスターが増えてるんだ。悪いがここでかくまうわけにはいかない。身を隠すなら。湿地帯の船着き場がおすすめだ。
行くぞ。続け。合わせろ。行くぞ。やるぞ。何の。いざ。はい。備える。変化をつけよう。頑張るぜ。よし、よいしょっと。やっ、持ちこたえたか。やっ、協力してこ。俺が出る。この程度か。一気に叩き込む。沈め。ここだ。目を離せ。ここだ。星に帰れ。よかった。連携しよう。ミラクラだね。ユキ、ここからだ。どけ。トリュウ。刻む砕く。頼んだぞ。頑張るね。見てて。そこだ。交代。任せろ。いや。やってやれ。お任せあれ。逃がすか。しまいだ。
ここで仕掛ける。メタリキューロス。こちら、どこだ。刻む。焼き畳みかける。噛みつぶす。あれはモンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。動物は食べるためまたは縄張りを守るために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない。神羅はいねえな。ああ、共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。で、ミスリルマインを抜ければジュノンとある。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルズオルムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場までだって。どうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。
敵じゃない、そっちは任せる。はいはい、ソラ、攻める。ドーン、やっ、ドリュー、いっけ、うん、ごめんね。何か見つぶる。いただきます。届け、うん、よし、やっ、ほい、調子に乗っ。気負いすぎる。頑張るね。おい、飛んでけ。いくよ。やっ、ほい、近づくと危ないよ。ほっ、取る、うん、やっ、へっ、ここから行くよ。ほっ、取れ、よし、よいしょっと、やっ、苦しむお疲れ様。
こいつは皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。なに、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン、以後お見知りおきを。で、今日は、あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな。さあ。なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか。もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。ん？何か質問かな。ミドガルズオルムとは湿地帯に住む。湿地帯に入り込んだ人や動物の気配を察知。そんな奴らもチョコボのスピードには追い。これ経験豊かな旅人ならお前さんは当然しだろう。私はチョコボと人を見る目には自信があるんだ。詳しいことはチョコボ小屋にいるグリングリンに聞いてくれ。
いらっしゃい。看板を見た。七体用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるって言うなら譲ってもいいよ。いくらだよ。10万以上。ごめんね、私たち旅の途中でそんなに払えないの。ああ、それならいい情報があるんだ。情報量1000ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった、ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てってよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。お仕事だからね、気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなって。お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、知ってる。どこにいるの？6番街のスラムだろうな。ウォールマウ。サムに会いたいの？その人、パパとママの仇なの。クリン、その話はお客さんにはしないよ。でも今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。うん、分かった、誰にも言わない。あ、ピコを捕まえたら、ピコは特に野菜が好きだったからここに戻ってきた。それじゃお店も見ていて。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど。あとチョコボの装具品とそちらもよろしくお願いします。
お願いします。チョコボの質問。外に出たらまずチョコボの野生化したチョコボは警戒心が気づかれないようにこっそり近づくのがコツだよ。野生化したチョコボは気づかれないようにチョコボに装具品をつけることでかっこよく黄金の羽と交換してる。ピコのことよろしく頼むよ。今日はどれにします？また来てくださいね。じゃあチョコボ探し行くか。名前はピコ。まず足跡だよね。